スピード、80文字までバスガイドです。前回動画に上げたいろいろインタビューさせていただいたんですけども、でその時にちょっとご紹介した別の仕事で関わることになりましてっていう部分なんですけど、実はですね、今回西島未来さんのグッズを作らせていただくことになったんですよ。普段僕ランゼンドというプロレス団体でグッズの作成とかを行ってまして、その経験を生かして今回は西島さんのステッカーですね、ステッカーを作らせていただくことになりました。本当にありがたいですね。今回はですね、そのステッカーを作るってなって、デザインから今からいろいろ打ち合わせあるんですけども、その制作から完成までを動画にしてお届けしようかなと思うので、普段僕がこういうことやってますっていうのを皆さんちょっとご紹介したいと思います。いいですね。撮ってる前から1ヶ月ぐらい前からですね、このお話ずっと進んでてですね、いろいろ打ち合わせをしまして、でデザインとかを作りさせていただいて、なんと今日ですね、やっと完成しました。やったー、まだ見てないんです。そうですね。実際ね、前回書いていただいたこちらのめちゃめちゃ拙いデザインがデザインですね。デザイン案書いていただいて、それを僕が実際こうパソコンを使って修正とかしてこうデザイン作っていって、それを今日ですね、ステッカーが届いたということなんで、じゃあもうリアクションともども見ていただけたらと思います。楽しみだな。でステッカーというのがですね、こちらになります。じゃーん、2種類です。こちらですね。かわいいピンクと白。サイズが西島さんが持たれてるのが 5.6×5.6 の正方形サイズ、で僕が持ってるのが 5.6×7.6 の長方形サイズ。これどうもどちらもですね、手のひらに収まるぐらい小さなサイズというか、手頃なサイズなので。携帯とかも貼れますよね。これは貼れたり、パソコンに貼ったりとか。どうですか、これイメージと。めちゃめちゃイメージ通りです。びっくり。本当にやっぱりね、もう映ってる人が素晴らしいので非常に多いなりますけど。何をおっしゃいますから。本当にでもなんかこんな感じって言った通りに作ってくださってて。すごい。イメージ通りということで大丈夫ですかね。もうバッチリです。よかったです。ありがとうございます。合わせてですね、こうステッカー作っていくうちに、なんかこれ僕も何かしたいなと。はい、あ、そうなんですか。触発されまして作っていくうちに羨ましくなっちゃって、はい、僕も勝手に作っちゃいました。こちらの動画のメブロンちゃん、あ、 YouTube の宣伝もね。そうですね、 YouTube の宣伝を兼ねてこちらのステッカーを、いいですね、横長が横長で作らせていただきました。なんかQR コードも、そうですね、QR コードもあるのですが、まあ、レブロンチャンネルとですね、インターネット等で検索していただければ、はい、出ますので、皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。それが狙いです。それが狙いか。で、実際今日西島未来さんのステッカー完成したわけなんですけど、こちらは今後はどういう形で？今考えてるのは、私パンティアっていうファンサイトをやってるんですけども、多分その中でメインで売っていこうかなと思っていて、販売される予定という、そうですね、販売予定なので、ぜひファンティアは会員登録多分した方じゃないと買えないんですけど、無料の会員登録でも有料でもうちでも登録してもらえれば販売可能なので、ぜひ、まだという方は登録よろしくお願いします。ステッカーのご購入もよろしくお願いします。で、先着何名様かになるんですけども、西島さんのステッカーを買っていただいた方には、誠に勝手ながらこちらのステッカーを購入させていただきますので。しっかりだな、緊張するな。西島さんの動画上げてからチャンネル登録数おかげさまで登録ができましたので、結構ファンの方登録していただいて本当にありがとうございました。ぜひ次はステッカーのご購入をよろしくお願いします。というわけで、本日ですね、作成の裏側というかですね、実際こうどういう形で作成しましたっていう、ちょっと作成の裏側の動画を上げようかと思うので、そちらの方も見てください。で、一応このチャンネルがですね、今趣旨だいぶブレブレなんですけど、そもそもが旅をテーマにしたチャンネルなんです。以前バスガイドされてた、以前の動画見ていただければ分かると思うんですけども。バスガイドされてたということなので、西島さんの動画の方は一旦終わる形にはなるかもしれないんですけども、バスガイドしてたということでね、旅チャンネルとしてはほっとくわけにはいかないので、もうぜひ今度、そうですね、一緒に旅をするっていう動画もあるんじゃないかなと思うんですけども、まだこれからも出ていただきたいので、というわけで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価を、よろしくお願いいたします。じゃーん。